福岡ヤフオクドームには大観衆が詰めかけています。日本シリーズ第6戦です。福岡ソフトバンクホークス対読売ジャイアンツのゲームです。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。ここ2試合少し足踏みをしてしまいましたが、なんとか今日は勝ち切っていきたいですよね。そうですね、まあ、とにかく気持ちを切り替えて新たな気持ちを持って臨んでほしいですね。はい、再スタートという形で戦ってほしいと思います。まずはホークスの先発武田がヤフオクドームのマウンドに上がります。さあ、ジャイアンツ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。今プレーボールがかかりました。さて、バッターの太田、バッターとしてはどういう特徴がありますか。まあ、パワーとスピードを兼ね備えた才能あふれるバッターですね。そうですか。まっすぐで空振りを取ります。ノーボール2ストライクです。高め見送っています。まあ、バッター追い込まれてるんで手を出してきますよ。ボール気味でいいですね。なるほど。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは2番に入っている立岡。武田、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球は際どいところに来ました。ストライクです。ストライクからボールになるような球がいいですね。はい、コーナーを突きます。ノーボール2ストライク。ボールになります。打ちました。ロペス、ツーアウトになりました。クリーンアップが登場します。バッター坂本、ツーアウトランナーありません。初球大きく外れています。2球目は何で来るか。この球は外れています。ボール先行です。打ちました。ショート取った。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回ジャイアンツ三者凡退です。さあ、西さん、このシリーズついに王手をかけました。そうですね、本当にいいゲームをしてるんですけど、バッターも調子を保っているようですから、なんとか今日決めてほしいですね。今日優勝することはできるのか。さあ、期待しましょう。ジャイアンツマウンドに上がるのは先発の菅。さあ、ホークス打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。さあ、ここから裏の攻撃になっていきます。
岸さん、こういう試合ですから初回から攻めていきたいですよね。うん、そうですね。相手の先発も緊張してるでしょうから初回で崩していきたいですよね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。初球ボール、落ちるボールはこれは外れています。ボール先行です。いや、今のよく見ましたね。はい、ストライクが入りません。ここは1球見ました。さあ5球目は何か。変化球タイミング合いません。スリーボールナッシングからフルカウントまで戻しました。フォアボール、ノーアウトから先制のランナーを出していきます。いや、そうですね、これはねチャンスですよ。さあ先制のランナーが一塁です。バッターボックスには今宮、バントの技術がしっかりした選手なんで送らせていいでしょうね。なるほど、そうですか。ランナースタート、キャッチャー二塁送球する、盗塁成功です。見事に盗塁を決めた場面です。バッテリーもね警戒してたんでしょうけどね。西さん、この中村、実は足はそこまで速い。変化球打っていった、これは面白い当たり、センターフライ掴んでアウト。ワンアウトランナー二塁と変わっています。さあそして打席には柳田が入っています。ピッチャーとしては警戒が必要なバッターですよ。さあワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。この先制のチャンスをしっかりとものにして攻撃を終えたいですね。なるほど、そうですよね。ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど、さあバッターは何を待っているか。それほど厳しくないコースのストレート、あっさり見送りました。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。低めは外れました。ここは狙いとは違うの。空振り三振、ランナー返すことができませんでした。このチャンスをものにしたい場面でしたが2アウトになりました。先制点のかかる場面でしたが三振で2アウトです。ここで点が入らなければね、苦しい展開が続くかもしれませんね。さあそしてバッターボックスには中村が入ります。ここは得点が期待できるバッターが出てきましたね。さあ2アウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。今度はしっかりつなげて先制点を奪いたいですね。なるほど、そうですね。これではバットが出ません。ストライクです。危ない球です。
アウトコースストライク、ワンボールツーストライクです。さあ勝負してくるのか。空振り三振、タイムリーとはいきませんでした。ここはチャンスをものにすることができませんでした。ご覧いただきましょう、連続三振、先制点はお預けとなりました。まあ自分のバッティングは全くさせてもらえませんでしたね。2回表に入ります。ジャイアンツの攻撃、バッターボックスには4番松田。ホークス得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。さあ小宮山さん、まだ序盤ですからね、ここからですよね。ただまだバッターも様子見しているところもありますからね。2巡目以降でどう抑えていくかでしょうね。なるほど、さあここからどう抑えていくかも注目です。膝元へ決めてきました。あっという間に2ストライクです。さあ外してくるのか。この球は外れています。見送っています。低め、振ってくれればというようなボールでしたが見送っています。打ちました、ヒットになった。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。バッターボックスには5番フォールコン、ヒットでランナーを一塁に置いています。初球空振り、低めで打ち損じを狙いたいですね。うん、そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。うん、そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。インコース、これは外れます。さあ勝負してくるのか。変化球で空振りを取ります。まず一つアウトを取りました。バッターボックスは6番岡本、ワンアウトランナー一塁です。初球は何で来るか。まずはインコース。うーん、そうですね、低めでゴロを打たせたいですね。うん、なるほど、そうですか。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど、さあそういった配球で攻めてくるのか。打ちました、ロペス二塁を送ります。おっと送球がそれた、一塁転送はアウト、ダブルプレー。先ほどのプレーです、見事ダブルプレーに仕留めました。そうですね、まあ、ピッチャーからすれば理想的な打ち取り方ですよね。ランナー出ましたがジャイアンツ得点はありませんでした。0対0同点です。2回の裏になります。ホークスの攻撃、5番バッター内川。ホークス0対0で迎える2回の攻撃です。西さん、
まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。先制して主導権を握りたいですよね。そうですね。初球ボール。アウトコースで決めました。アウトコース、ワンボールツーストライクです。4球目、低めの変化球は外れました。打ちました。取りました。一塁送球します。アウト、ワンアウト。バッターボックス、ロペス、菅野、まずは先頭バッターを打ち取っています。先発ピッチャー菅野、そしてキャッチャーは松也。このバッテリーをホークス打線がどう攻略していくか、西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね、その打線は機能してくるんでしょうか、注目です。変化球、タイミング合いません。これが3球目、変化球入りません。ランナーを一塁に置いています。初球空振りです。中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けたいですね。なるほど、そうですね。引っ掛けさせようかというボール、ファウルになります。ここは際どいところも打っていきますが、明らかなボール球は見極めたいですね。なるほど、さあバッターは何を待っているか。フルカウントは案外ボール球が来ますから。打った、センターに強い打球、ぐんぐん打球が伸びている、伸びて、バッターランナーは二塁まで進みました。チャンスを広げていきます。ワンアウトランナー三塁二塁。まず大きく外れてボールになりました。
これが2球目。振りません。ストライク。変化球にバットが空を切ります。ワンボールツーストライクです。ファウルです。次が5球目。体に近いところ。外、これは際どいが外れている。これでフルカウント。次が7球目。空振り三振。前にボールを飛ばせません。このチャンス、しかし打つことはできません。さあ、そして打席には渋川入っています。さあ、ツーアウトながらなおもチャンスは続きます。まあ、この先制のチャンスをしっかりとものにして攻撃を終えたいですね。なるほど、そうですよね。まずは変化球から入りました。ここは際どいコースも含めて狙っていく感じになりますね。なるほど。さあ、バッターは何を待っているか。いい当たりだ。レフト前へ抜けていく。ホームに送球。サードランナーホームイン。ホークス先制しました。1対0。さらに三塁一塁のチャンスが続きます。さあ、先制したシーンですが、もう一度ご覧いただきましょう。理想的な形でしたね。これで1点差に変わっています。さあ、そしてバッターボックスには中村が入ります。さあ、チャンスが続きます。まあ、ここでつないで1点でも多く得点しておきたいですね。なるほど、そうですね。西さん、バッターボックスの中村、どういうバッティングスタイルなのでしょうか。まあ、そうですね、状況によって変わりますが、もともとは速いカウントから積極的に打っていくタイプで、フルスイングが身上の強打のバッターですね。そうですか。さあ、2球目は何か。落ちる球を見極めました。ここは見ます。打ちました。二塁へ。スリーアウトチェンジ。しかし、この回ホークス見事な攻撃でした。2回の裏、1対0、ホークス先制です。小宮山さん、先制点をプレゼントしてもらっていますが、ピッチングにも変化が出ると思うんですが、いかがでしょう。そうですね、やっぱり点を取ってもらえたということで、余裕みたいなものが出てきますよね。そうですよね。この後のピッチングに期待しましょう。初球打ち、これはどう。センターに抜けました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。さて、小宮山さん、バッテリーの思惑は何でしょうかね。そうですね、どんどん打ちに来るバッターなんで、ボール球を振らせるような配球がいいでしょうね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。まず何を投げてくるか。バントの構えでバッテリーを警戒させます。ここはゲッツーを取るようなピッチングになりそうですね。そうですか。さあ、バッテリーどう組み立ててくるのか。バントしました。武田一塁を送ります。アウト、ワンアウトです。
送ってきました。ワンアウトランナー二塁となりました。初球空振りです。外の低め見極めます。決まった。低めいっぱい。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。ああ外れてますか。完璧なボールでしたけどね。はい、危ない球です。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。さあ6球目は何か。強い当たり抜けた。セカンドランナー帰れば同点。バックホームする。センター前ヒット。ホークスさらにピンチになりました。ここはできれば三振を取りたい場面ですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。中間守備で来てますから。左中間へワンバウンドヒットになった。サードランナーがホームに帰ってきました。ジャイアンツ追いつきました。1対1ホークス。さらに三塁二塁のピンチが続きます。ここは抑えておきたかったんですがタイムリーを打たれてしまいました。まあバッテリーもね中途半端な形になりましたよね。ここで追いつかれました。同点です。振り出しに戻されましたね。さあこの場面で打席には2番の立岡が入っています。初球ボール球です。まあここはバッター甘い球を狙ってますから厳しいところに決めたいですね。なるほど。さあどう来るか。ここは前進守備ですね。まあ、やはり1点もやらないぞという守備体制ですね。そのようですね。これは内へ外れます。スリーボールツーストライクフルカウントになっています。ホームイン。ジャイアンツ勝ち越し。3対1。ホークスリードを奪われてしまいました。バッテリーは警戒していたはずですがここで勝ち越しのタイムリーを打たれてしまいました。まあ、注意すべき相手でしたよね。ここでリードを奪われます。3番バッター坂本。ホークス先制直後に逆転を許しています。小宮山さん、ちょっと苦しいピッチングが続いてますね。調子自体もあまり良くないと思いますけどね。ああ、なるほど。ベンチはこれをどう判断するかですよね。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど。さあ、そういった配球で攻めてくるのか。
まあスローイングがいいキャッチャーですから。引っ張った、サード取った、二塁アウト、一塁はセーフ、ゲッツーは取れません。バッターは4番松田。まあ、ここはさっき打たれたカーブの使い方には注意したいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。最初は変化球できました。外に決まりました。ランナースタート切ってきません。外れてボール。これでフルカウント、次が勝負ということになります。変化球空振り、スリーアウト、チェンジ。しかしこの回ジャイアンツ貴重な得点でリードしました。3対1ジャイアンツ逆転に成功しました。西さん、この展開ですから序盤のうちに少しでも点を返しておきたいところですよね。まあ早い回で追いつければね、この後の展開も変わってきますからね。そうですよね。初球は何から入ってくるか。初球ボール、打ちました。セカンドが取る、アウト。素晴らしい守備を見せてくれました。西さん、今のプレーいかがですか。いや、バッターはね、運が悪かったですね。諦めるしかないでしょうね。ご覧いただきましょう。走りながらのこのキャッチ、ファインプレーに阻まれました。かなり難しい打球だったんですけどね、これは相手の守備を褒めるしかありませんね。初球ボール、いいボールが行きましたね。低めの変化球は決まりません。低めの変化球は決まりません。決まりました。フルカウントです。まあフルカウントは案外ボール球も来ますから、しっかり見極めたいですね。なるほど、そうですか。振っていきましたが三振、ツーアウトになっています。打席には5番バッター中村。
2アウトランナーありません。打ちました坂本、1塁アウト、3アウトです。反撃したいホークスでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3回終わって3対1、ジャイアンツがリードしています。回は4回の表、ジャイアンツの攻撃、打順は5番フォールコン。ホークスビハインドで迎える4回です。さあ小宮山さん、これ以上離されると厳しいですから、しっかり抑えていきたいですよね。ここで点を取られると投げてる自分が一番苦しくなりますから、粘りの投球ができるんでしょうか。打ちました、ショートが取る、アウト、ワンアウト。打席には6番バッター岡本、先ほどの打席はセカンドゴロ、併殺打となってしまいました。まずはワンアウトを取っています。初球大きく外れています。インサイド落ちました、打ち上げた、ファールゾーン、これは追いつきそうだ。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。バッターボックスには7番村田、まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。アウトコース、ボール、インコース決めてきた。アウトコースへ決めました。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。変化球で空振りを取ります。3アウト、チェンジ。この回ジャイアンツ3人で攻撃を終えています。3対1、ジャイアンツがリードしています。ソフトバンクホークス4回裏の攻撃になります。バッターボックスには5番内川、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ホークスビハインドで迎える4回の攻撃です。サニさん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。まあこの点差であればまだ分かりませんからね、とにかく出塁したいですね。そうですね。ストライクになります。ノーボールツーストライクです。大きく外しています。4球目は何で来るか、引っ張った、これはどうだ、サード取った、アウト、ワンアウトです。打順は6番ロペス、
先ほどの打席でヒットを放っています。須賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球変化球は空振りです。2球目、低め見送っています。さあ3球目は何か、外に決まりました。ワンボールツーストライクです。これが4球目、変化球空振り、ツーアウトになりました。これで5個目の三振を奪われました。7番バッターディーリアス、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。さあまず1球目、ファーストが取る、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。反撃したいホークスでしたが、ここは三者凡退に終わっています。4回終了3対1、ジャイアンツがリードしています。小宮山さん、ベンチとしてはそろそろリリーフも考えているでしょうね。そうですね、もうブルペンの方には連絡いってると思いますけど。そうですよね、となるとリリーフピッチャーがいつ出てくるのか注目です。初球ボール、これはバットが泳ぎます。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。9番バッター松也、まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。そうですね、そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。これが1球目、バントの構えを見せてきました。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。低めの変化球は外れました。さあ追い込みました、まあ、もう1球は外してもいいので、アウトローに外れていく変化球を投げたいですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。ファウルになります、まあ、次もスライダーを続けてもいいかもしれませんね。送ります、打ち上げてしまいました。取りました、送りバント失敗、ワンアウトランナー1塁となりました。打順はトップに帰って太田、先ほどの打席で同点となるツーベースヒットを放っています。ランナー送りバント失敗で進めることができませんでした。今日の先発ピッチャーはホークスが武田、そしてジャイアンツが菅野、この2人の投げ合いとなっています。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。
打ちました。切れていきます。ファウル。変化球空振り。ツーアウトになっています。2番バッター立岡、先ほどの打席で勝ち越しタイムリーを放っています。ツーアウトランナー一塁です。初球わずかに外れてボール。ファウルになります。高めのボールに手が出ました。ワンボールツーストライクです。変化球で空振りを取ります。スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがジャイアンツ得点には至りませんでした。3対1ジャイアンツがリードしています。西さん、バッターとしてはそろそろ打ち崩していきたいところですよね。そうですね、まあそろそろ攻略できるはずなんですけどもね。攻略の糸口は掴んでいるんでしょうか。初球ストライク。変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライク。打ちました。取りました。アウト。ワンアウト。バッターは今日 DH に入っている渋川。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。まずはワンアウトを取っています。初球ボール。バッターランナーは二塁到達。ワンアウトからランナー出塁しました。ワンアウトランナー二塁となりました。さあホークス得点圏にランナーを置いています。この辺りで差を詰めておけるとまた展開が変わってきますからね。うん、そうですよね。まあそして彼はこういった逆境でよく打ってくれる印象がありますから期待していいんじゃないでしょうか。初球バットが回ります。2球目は何で来るか。ストライク。ストライクを先行させていきます。追い込みました。空振り三振。ランナー返すことができませんでした。ランナーが2塁と3塁で全然違いますから、せめて右方向に転がさないと。コースですが外れています。ファウルです。高めにバットが出ました。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。
さあ勝負してくるのか。ファウルボールです。低め、これは外れた。外のボール球打っていった。このフライはどうだ。滑り込んでよく取った。これはチームの士気を上げてくれるようなプレー。掴んでスリーアウト。反撃は許しませんでした。ランナー出ましたがホークス得点には至りませんでした。5回終わって3対1ジャイアンツがリードしています。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。1回の裏、このチャンスの場面、最後はこのボールで三振を奪われました。先制とはなりません。ランナー2塁のチャンス、しかしバットに当たりません。先制のチャンスを逃します。2回の裏、一打先制のチャンス、 DH 渋川、追い込まれてからのタイムリー。ホークス先手を取ります。しかしジャイアンツすぐに反撃に出ます。同点のピンチ、1番太田、左中間へのタイムリーヒット。ホークス同点とされます。さらに続きます。一打勝ち越しのピンチ、2番バッター立岡、ランナー2人を返すタイムリー。ホークス勝ち越されます。5回の裏、ランナーを2塁に置いて、しかしここはファインプレーに阻まれます。詰め寄ることができません。日本シリーズ第6戦は6回の表に入ります。ジャイアンツ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。坂本がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ホークスビハインドで迎える6回です。最初は変化球できました。打ちました。痛烈な打球、わずかに左に切れました。ファールボール。低め、インローボール。変化球、空振り、ワンアウトです。ご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。打順は4番松田、武田、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。これが初球、初球大きな変化球、得意のボールでストライクを取りました。引っ張った、これはサードライナー。5番バッターフォールコ、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトになっています。初球ボール、
低めストレートストライク146キロ。内へのボール球空振りです。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあ勝負してくるのか。大きく枠を外してきます。打ちました。センターに抜ける。ツーアウトランナー一塁。バッターボックスには6番岡本。先ほどの打席はファールフライに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球空振りです。きっちり投げたいですよ。ボールが少し浮いてしまいました。さあ4球目は何か。インサイド打ち上げました。打球はセンターへ。柳田が掴んで3アウトです。ランナー出ましたがジャイアンツ得点はありませんでした。3対1ジャイアンツがリードしています。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。6回の裏ソフトバンクホークス打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターは柳田。ホークスビハインドで迎える6回の攻撃です。最初は変化球できました。ボールになります。この球は外れています。ボール先行です。次が3球目。高め際どいコース決まっています。4球目。インコースこれは外れます。5球目は何で来るか。空振りになります。3ボール2ストライク。外れてフォアボール。ノーアウトからランナー出ます。このランナーを返したい。いやそうですね、これはねチャンスですよ。バッターボックスは4番中村。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。フォアボールのランナーが出ています。初球ボール。
まあ、向こうは併殺を狙っていると思いますから術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。西さん、ここは走ってこないんでしょうか。いや、まだ分かりませんね。ただここはいいバッターなんでバッティングに期待ということかもしれませんね。あ、なるほど。ファーストランナースタート、キャッチャー送球して盗塁成功。きっちり盗塁を決めてきました。まあ、この足ですからね、簡単には止められないでしょうね。この盗塁は大きいですよ。チャンスになりましたね。やはり足があるっていうのは大きな武器になりますね。そうですね。変化球打った、ショートが抑えた。これは際どかったが一塁アウト。ランナー二塁は変わりません。繋がらなかったですね。このチャンスの間にね、なんとか得点につなげていきたいですね。そうですよね。さあ、そしてこのチャンスで打席には5番の内川が入っています。初球ボール球です。これは内へ外れます。ボール先行です。3球目は何で来るか。インコース際どい。ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。これは見送ってボール。フルカウントになります。ここは犠牲ぐらいでも OK ですが、点差を考えるとそれ以上狙いたいですね。そうです。しっかり捉えた。ファウルか。レフト線破りました。ボールは中継。サードランナーがホームに帰っていきました。ホークス1点返しました。3対2になりました。1点差に迫りました。期待を裏切らないバッティングでした。点差を縮めます。いや、ここでね、一気に攻めたいですね。ここで得点が入りました。つなげましたね。さあ、そしてこのチャンスで打席には7番のディーリアス入っています。まあ、向こうは併殺を狙ってると思いますから術中にはまらないよう気をつけたいですね。そうですね。見極めに行ったところですが、これはストライクです。ここはあっという間に追い込んでいます。空振り三振。タイムリーとはいきませんでした。ツーアウトになっています。なんとしても同点に持ち込みたい場面でしたが三振に倒れました。まあ、こういう時こそね、あの自分のバッティングというのを大事にしてほしいですよね。打順は8番栗原。ホークスこの回1点を返しています。さあ、1点を追いかけ、なおも一打同点のチャンスです。さあ、初球は何か。初球から思い切って振ってきました栗原。
めの変化球をうまく見極めます。低め、これは外れた。きましたが、これは外れます。これでフルカウント。空振り三振、前にボールを飛ばせません。三振で攻撃を終えました。ご覧いただきましょう。同点のチャンスだったんですが、連続三振に終わりました。なかなかチャンスで出ませんね。しかしこの回ホークス点差を縮めていきます。6回終わって3対2、ホークスが1点差まで追い上げました。小宮山さん、ピッチャーは7回も続投ということになりました。援護を待つためにもここからも我慢の投球が必要ですね。そうですね、もう本当に早く打線の援護を期待したいですよね。本当にそうですよね。初球、これは大きな変化球、得意のボールでストライクを取りました。これが2球目。惜しいですね。これが3球目。大きく外れました。膝元への変化球、ツーボールツーストライクです。打ちました。今宮、アウト、ワンアウトです。バッターボックスは8番五ノ上。前の打席はスライダーをうまく打たれましたから、今度はその使い方を考えたいですね。さあ、ここは同じ鉄は踏みたくないところ。最初は変化球できました。インコース変化球、決まりません。惜しいですね。は何で来るか。インサイド、センターへ打球伸びる。この打球はフライになっています。バッターボックスは9番松也。先ほどの打席は送りバント失敗に終わりました。ツーアウトになっています。初球空振りです。次もスライダーでいいかもしれませんね。なるほど。さあ、何を選択してくるか。変化球で空振りを取ります。3アウトチェンジ。この回ジャイアンツ三者凡退です。3対2、ジャイアンツが1点をリードしています。
さあそしてここからはラッキーセブンホークスの攻撃に入ります。西さん、バッターとしてはなんとか先発ピッチャーに勝ち星をという気持ちも強いでしょうね。まあピッチャーねここまで頑張ってますからね、とにかく野手はね全員でね勝ちをもぎ取らないといけないですよね。そうですよね、その期待に応えることができるんでしょうか。ソロホームランです。ソフトバンクホークス日本シリーズという大舞台で大きな仕事をやってのけました。同点に追いつきましたソフトバンクホークス3対3。アウトコースの厳しいボールでしたけどね、完璧に捉えました。そうですね、どうかなと思ったんですがギリギリスタンドまで持っていきました。普通ならねあの高さではフェンスを越えないんですけどもね、伸びましたね。試合は振り出しに戻っています。打順は1番に帰ります。バッター中村、今日は盗塁が1つあります。ホークスホームランで同点としています。西さん、ここはもう1点得点が欲しいところですよね。まあそうですね、この流れに乗ってねこの回で勝ち越しておきたいですよね。ええ、さあ続いていきたい。初球ボール、さあ2球目は何か。見送っています。ボール、ボール先行です。さあ3球目は何か。入りました。アウト。2番バッター今宮、今日はまだ当たりがありません。ワンアウトランナーありません。初球は何で来るか。最初は変化球できました。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。入れてきました。あっという間に2ストライクです。変化球空振り、2アウトになっています。バッターボックスは3番柳田、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ツーアウトランナーありません。初球ボール、次が2球目。入れてきました。次が3球目。変化球を振らせました。ワンボールツーストライクです。さあ勝負してくるのか。釣り玉でしたね。
ファウルになります。この球は落としましたが決まりません。スリーボールツーストライクです。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。しかしこの回ホークス貴重な得点が入りました。7回終わって3対3、ホークス同点に追いつきました。8回の表、ジャイアンツ打順よく1番から始まります。太田がバッターボックスに入ります。ホークス同点で迎える8回です。小宮山さん、ここ同点での展開、このあたりどのようにご覧になってますか？勝負どころですからね。攻撃側がどんな作戦で仕掛けてくるのか見極めが重要ですよ。この後も集中力が必要です。いいまっすぐですね。はい、ストレートはわずかに外れました。豪快なスイング打ちました。弾き返した打球はセンターへ。小宮山さん、現在のピッチャーの状態ですがどのようにご覧になってますか？まあ、そうですね、100球超えてますからね、疲れが出始めてると思いますよ。ああ、なるほど、ベンチもどう動いてくるかですよね。まず何を投げてくるか。まず内をついてきました。2球目は何で来るか。ストライクになります。打ちました、流しました。サードの左抜けました。ワンアウトランナー一塁です。厳しいコースだったんですがうまく打ち返されてしまいました。コース自体は良かったんですけどね。バッターボックス坂本、ヒットでランナーを一塁に置いています。まずはアウトコース、できれば低めを打たせてゴロにしたいですね。なるほど、さあキャッチャーどこに構えるか。ここはゲッツーを取るようなピッチングが。変化球打った、二塁送球、二塁アウト、ランナー一塁はそのままです。バッターボックスには4番松田、先ほどの打席はサードライナーに倒れています。ゲッツー崩れでランナー残りました。初球から打っていった、ライナー掴んでスリーアウト。ランナー出ましたがジャイアンツ得点には至りませんでした。3対3同点です。8回の裏ホークスの攻撃です。一方ジャイアンツはピッチャーが変わります。メンドーサがマウンドに上がります。接戦の中でのリリーフ登板です。さあマウンドを任されたのはメンドーサ。サニーさん、この相手をどう打ち崩していくかですよね。そうですね、なんとか攻略してもらいたいですね。この回の攻撃に期待しましょう。
最初は変化球できました。変化球が低めに外れます。ボール先行です。まっすぐを持ってきました。ここは150キロを超えてきます。ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど、そうですか。引っ張った、レフトに強い打球、さあどうだ、フェンス直撃、先頭バッター出ました。ホークス、ノーアウトランナー二塁です。ここはうまく引っ張っていきました。いや本当にうまく反応しましたよね。さあホークス、一打勝ち越しのチャンスです。ここで勝ち越せるか一つの分岐点でしょうね。なるほど、そうですね。まあ初球から積極的にいくバッターなんで、ファーストストライクから振ってくるんじゃないですかね。初球は何から入ってくるか。攻めます。ボール先行です。低めストライクになります。これが4球目、ストレートを狙ってたんでしょうかね。さあ仕留められるか。変化球打った、切れました、ファウル、フェアならば勝ち越しかというと、インサイド抜けた、セカンドランナー帰れば勝ち越し、バックホームする、レフト前ヒット、さあチャンスを広げていきます。西さん、これでサードまでランナーが進みましたね。まあそうですね、これで作戦も立てやすくなりますから、いい仕事しましたよね。ロペス、連打でチャンスを広げた場面となっています。いい形でつなげましたね。さあホークス、一打勝ち越しのチャンスです。まあここは犠牲フライで OK ですね。そうですね。初球はストレート決まっています。ここは中間守備ですね、まあ、バックホームとセカンドゲッツー両方狙える守備体制ですね。なるほど、そうですか。外へ持っていきましたが入りません。外へのスライダー、ここは見極めています。これで3ボール。外れてフォアボール、同点の中迎えたこのチャンス、勝ち越しなるか。貴重なランナーが出ました。チャンスが広がります。まあここは犠牲フライで OK ですね。まず大きく外れてボールになりました。バットを出していきましたが空振りです。ここは中間守備ですね。打った、
ホームに送球する、サードランナーホームイン、ホークス勝ち越しました。4対3、なおも満塁のチャンス。いや、西さん、こういう場面に勝負強さって出てくるんですね。そうですね、当たり前のように打ってきますからね。ここでリードを取っていきます。しかし勝利のためにはもう少し点差が欲しい展開になります。ここで畳みかけたいですね。さあ、このチャンスでバッターボックスには8番の栗原が入っています。西さん、この場面スクイズはどうでしょう。そうですね、まあ、どちらかというと犠牲フライでしょうけど、奇襲としては面白いかもしれませんね。なるほど、さあどう来るか。打った、掴んでアウト、ワンアウト満塁と変わります。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。やっぱりスリーベースが一番難しいですよね。打力だけでなく足も必要になってきますからね。そうですか。さあ、この場面でサイクルヒット達成なるんでしょうか。西さん、ここはスクイズはありますか。まあ、犠牲フライでも OK の場面だと思いますけど、スクイズも面白いかもしれませんね。なるほど、さあどう来るか。中間守備で来てますから。インサイド打った、セカンドの左、抑えた、二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレーでスリーアウト。しかしこの回ホークス貴重な得点が入りました。8回終わって4対3、ホークスが1点リードと変わっています。小宮山さん、9回も続投です。粘りの投球続いてますね。まあそうですね、もう本当にいっぱいいっぱいのところだと思うんですけどね。ベンチの期待に応えられるんでしょうか。初球ボール、ボールになります。ボール先行です。見送りました。ストライクです。空振り、ツーボールツーストライクです。見逃して三振になります。まず一つアウトを取りました。一球一球会場スタンドがざわめいています。バッターボックスは6番岡本。今日はまだ当たりがありません。武田、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。最初は変化球持ってきました。ストライクです。改めてお聞きします、この岡本どういうバッターなんでしょうか。まあ、日本人離れしたパワーを持ってますね。怖いバッターですよ。ああそうですか。いいコースだったんですけどね。はい、
っていった。高く上がったファールゾーン。これは追いつきそうだ。キャッチャーがファールグラウンドで抑えてアウト。あとアウト一つで日本シリーズ優勝が決まります。バッターボックスは7番村田。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。2アウトになっています。さあ1点差ながら勝利まであと1アウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。最初は変化球できました。ストライクです。インコース決まりました。ノーボール2ストライクです。変化球空振り。試合終了。福岡ソフトバンクホークス日本一達成。今大歓声に包まれながら大きな拍手。抱き合う選手もいます。監督ようやく笑顔。日本シリーズを制したのは福岡ソフトバンクホークスです。西さん、見事ホームのファンの前で日本一を決めることができました。これは嬉しいんじゃないでしょうか。いや、そうですね、あのファンと、ね、選手一体になったこの勝利大きいですね。いや、素晴らしいゲームでした。万歳三唱が始まっています。さあ、そして監督の胴上げ。ヤフオクドームのファンが大きな拍手、そして大歓声。大歓声に包まれています。選手ファンが喜びをかみしめている瞬間です。そして日本一になった報告をファンのもとに届けていきます。ご覧のようにソフトバンクホークスが見事日本シリーズを制しました。おめでとうソフトバンクホークス。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで失礼いたします。